さあこの2人がまさに瀬古さん力を合わせるように青山学院を追いかけていきます。そうですね、これ2人で力を合わせてですね、なるべく早く追いつくということでしょうね、はい、まずですから駒澤の田澤が2秒詰めて東海の名取の背中につきました、はい、田澤としては名取の力を借りてついていくという作戦なんでしょう。これはもう一番楽な方法ですからね、はい、どんどん名取君に行っていただいて、はい、後をついていくと、はい、そして青山学院吉田啓太がまず先頭で飛び出していっているわけですけれども、大西さん1キロの入りは分かりましたか。1キロのラップタイム2分46秒で入りました。積極的に攻める果敢な走りを見せています吉田啓太です。さあもうこれはちょうど分からないというような状況で、監督ももう冷や汗をかいているでしょうね。大吾さんそうですね、バスの中もうバジバジだと思います。そうですね、でも見てる方はですね本当にこう、はい、最近になく面白いですね。いや3つがどこを勝っても好きじゃないですかね、はい、もうここまでアンカーでもつれる、しかもこの力のね、力的には東海田沢、あ失礼、東海名取と駒澤田沢がこう追いかけていくという展開になると面白いという、まさにその言葉の通りになりましたね、まあ、田沢君がこれ最後までついていくと一番いいかなと僕は思いますけどね。スプリント勝負で、はい、まあ、大吾さん、はい、駒澤田沢で41秒差、まあ、ただ東海名取と力を合わせることができるということを考えると、先ほどは東海が有利というふうにおっしゃいましたけれども、この差はどうなりますか。ですね、こうなってくると田沢君の方が有利になるかなと。そうですか、はい、ただあの13キロぐらい の, この渡内橋のあたりで、はい、どういうその、まあ、あの青山学院とどのぐらいの差になっているのかということで、はい、またあの戦略が変わってくると思いますので、そこまで詰まってますとね、はい、ちょっとまた分からない展開になりますね。何しろその渡来橋を越えて残りの 5、6 キロ険しい上り坂が続いていくわけですからね、はい、一つの利点としては田沢もそれから吉田啓太もそのアンカーを走ったことがないけれども、名取は去年結果を残しているという利点です。さあ中継点です。今10位で日本体育大学です。3年生大内から4年生野上へ、8位の帝京が通過してから手元の時計で8位との差はおよそ3分弱です。そして11位で日本大学、順位を2つ上げました。現在8位シード権争いとは3分以上の差がついている、この11チーム通過した第7中継点です。さあつばぜり合いが続きます。逆転劇はあるでしょうか。この最終8区のコースを改めてご紹介します。最終8区は全区間最長の 19.7 キロ、強い精神力とスタミナが求められる。15キロ過ぎにはフィニッシュ地点へと続く長い上り坂が選手たちに襲いかかる。ゴール伊勢神宮、一番最初に飛び込むのはどの大学か。中継点です。東京国際大学アンカー2年生無線磨きました。8位帝京が通過してからは手元の時計まもなく4分の差がつくというところ、ここからどこまで無線美が押し上げていくでしょうか。東京国際大学です。その差が4分ちょっと厳しくなってきたでしょうか。そうですね、まあ、モンクス選手山口学院の5分あったんですか、はい、そうですね、4分10秒差あですか。じゃあギリギリですよね、まああの時のモグスバリの走りができればという厳しい状況には追い込まれました東京国際大学です。さあこの8区での逆転劇ですけれども、過去5年で限定するならば実は3度順位がひっくり返っています。そして立命館です。中継点です。立命館大学、自公のタスキつなぎ切った、13位でタスキリレー、去年は12位だった、過去最高は10位、さらに上位を狙っていけるでしょうか。アンカー岡田光平4年生とつなぎました。その後今リレーゾーン待ち受けるのは中央学院大学4年生の畝から4年生同士のリレー、高橋翔也です。8位の帝京が通過してからは間もなく5分が通過するところですが、さあ最後まで自公のタスキをつなぎ切る中央学院大学が14位でタスキリレーです。そして城西大学、山梨学院大学が今リレーゾーンで待ちます。城西大学1年生山本から4年生の梶川へ、現在15位で城西大学が通過。そして山梨学院大学です。7区鬼江後から8区は4年生の森山、今手を叩いてキャプテン森山が鬼江後からタスキを受けました。松坂第7中継点、16チームが通過しています。それぞれの思いを持って駆け抜けていきたい伊勢路です。
立命館大学は関東の大学、中央学院、城西、山梨学院3校に上回って最終8区に入っています。さて増田さん、それぞれの監督の表情などはどうでしょうか。はい、監督者の中で青学の原監督に吉田圭太さん逃げますかねと聞いたら、いや吉田は並ばれたら弱いから、いや滝沢田沢くんでしょうって大八木さんに言ったら、大八木さんがいや名取くんが強いよと監督同士が譲り合っていました。いやありがとうございます。もう監督者の中でも絶戦が繰り広げられているような感じですけれども、監督の心情を思うとなんかやりきれないですねこれね。いやでも監督の中ではですね、もう一番信頼のおける一人をそれぞれ置いてきてるわけですからね。3人ともそうですね、もうエースですからね。もう吉田で負けたら、名取で負けたら、田沢で負けたら仕方ないという、いやもうこれは本当にそうだと思います、それだけ自信のある3人を三強はどの大学も投入してきているわけです。長谷工グループスポーツスペシャル第52回全日本大学駅伝、史上まれに見る決戦です。渡辺が前に出た、渡辺が前に出た、松田もついていく、松田もついていく、激走、今ゴールに夢かした。青山学院大学2年ぶりの優勝へ向けて吉田圭太がひた走ります。さあ1号車大西さん、そのペースはどうでしょうか。先頭の青山学院大学吉田圭太が最初の3キロの入り8分41秒という入りでした。そしてその後ろですね、東海大学の名取、そして駒澤大学の田澤、この2人が8分36秒というところで入りましたので、その差5秒縮まって、今またこの直線でその差を測ってみますと30秒という差になりました。30秒という差になりました。先ほどの中継点では39秒の差が青山学院大学と東海大学にありましたから、ですからここまでで、10秒近くは詰めてきたということになります。これ渡辺さん、はい、先頭の青山学院大学吉田圭太の入り、走りどんなふうにご覧になってますか。そうですね、とにかく今は逃げるしかないですから、もうこれが20秒以内に入ってくるとですね、追いつかれる可能性があるので、ここからやっぱり10キロまではですね、30秒圏内に入らせないということですよね。でこれもしもこれ並ばれた時ですね、これ3人並んだ時にですね、僕もやっぱり駒澤の田澤君のそのラストのスプリントと爆発力がちょっと抜けてると思うんですよ。ってなると駒澤大学がこれ並ぶと優勝に近づきますので、非常にここの5キロから10キロのラップは大事だと思いますね。今先頭を行きます吉田圭太も大きく後ろを振り返りました。ですからまだその例えば足音が聞こえてくるとか気配を感じる、そういったことはないんだけども、後ろとの差今でどれくらいあるんだろうというのを常に気にしながら走っています。今改めて測り直しますと1位と2位の差28秒という差になりました。ですから2位の東海大学名取、そしてそれに並ぶように駒澤大学の田澤廉、この2人が青山学院大学の吉田圭太をじりじりとその差詰めてきています。5キロ経たずに11秒詰めてきているという状況です。これは当然ですよね、早く追いつかなきゃいけないですからね、追いかけていく心理としてはもう早く追いついてそこから勝負が始まる、ね、そうです、そうです、ね、だから最初詰まるのはこれは当たり前ですよね、それから大吾さん、今渡辺康之さんの解説にもありましたけれども、スプリント勝負ならば田澤に分があるだろうと考えると、吉田あるいは名取はどんな風に考えればいいんでしょう。そうですね、どこかで勝負しなきゃいけないですね、名取君の場合ですね、特にやっぱり最後の上りのところで勝負しなきゃいけないかなと思いますね。さあそして中継点ですが、琵琶湖学院たすきがつながりました。さあ三上さんお願いします。初出場でたすきをつなぎきった琵琶湖学院大学、そして今間もなくあと15秒で繰り上げスタートというところになります。実はここまで去年の時点では6チームが繰り上げスタートになっていたんですが、第6中継点の時点では3チームのみ、それだけ全国の大学が健闘を見せています。ここまでつないできているチーム、今5校が白たすきでスタート、広島経済大学、そしてここまでつなぎきった、最後までつなぎきれば初めてだった札幌学院大学が白たすきでスタートしていきました。松坂第7中継点、最後の勝負にこの全国の大学も走っていきます。ローレンス・グレ、そして日本人エースの宇野、つないできた札幌学院流れを作りましたが、惜しくもつながらず来年以降の持ち越しとなりました。
長谷工グループスポーツスペシャル第52回全日本大学駅伝、どうなっていくでしょうか。4号車です、はい、どうぞ。オーグッセが今ですね、5位の東洋大学の山本を捉えました。抜きました抜きました。山梨学院モグスがこれで5位浮上です。依然として青山学院吉田啓太が逃げていますが、地方勢の頑張りも含めてこの8区に全てのタスキがいよいよつながろうかというような状況に変わってきています。ご覧のように松坂第7中継点ではこのような中継点の順位となりました。そして区間賞を獲得したのは青山学院大学の神林選手です。2人の留学生ランナーを抑えて見事にそのタスキをトップまで押し上げてきました。それでは話を聞きます。神林選手おめでとうございます、はい、ありがとうございます。どんな気持ちでタスキをつないだんでしょうか。はい、もうやっぱりキャプテンとしての、走りっていうのが、僕には必要だと思ってたので、とにかく先頭で、ケータを楽させてあげられるように本当に後ろ1秒でも離すつもりで走りました。互いに一番の戦友だというふうに聞きました。どんなメッセージを吉田啓太選手に送りたいですか。はい、彼の力が出し切れれば必ず、逃げ切って優勝してくれると思うので、いつも通りリラックスして走ってほしいなと思います。本当に最後の最後までもつれるかと思います。楽しみにしています。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。長谷工グループスポーツスペシャル第52回全日本大学駅伝8区アンカー勝負、史上最大最高の勝負になりそうです。伊勢路の借りは伊勢路で返す、全日本初優勝。今吉田がちょうど後ろを振り返りました。名取と田沢が追い上げてきています。瀬古さん、この2人で力を合わせてというような形にも見えますけれども、いやもうこれ2人いたことがね、多分追いつくというのね、一番いい条件になってますよね。1人で行くよりもこれ1人だとなかなかですね、吉田君追いつくのは結構大変ですけど、これ2人で行ってますからね。もうですから1号車大西さん、その差がかなり縮まってきてますよね。今もうですね、その差10秒というところまで縮まってきました。10秒ですか。そうなんですよ、今もう10秒まで縮まってます。ですからこれも渡辺さん、この勢い考えますと、これ確実に東海大学の名取と駒澤の田沢は追いつきますよね。そうですね、その時に吉田君がどういう対応するのかということですよね。ちょっとペース自体があまり上がっていないんで、これをうまく名取君を使いながら一回ちょっと立て直すってことを考えるんでしょうね。ですからその並ばれた後どうするか、先ほど吉田も後ろを振り返って2人との差を確認しました。ここに来てまたぐーっとその差が縮まってきたというところがありますので、アンカー勝負になった今年の全日本大学駅伝、この対決各校のエースが揃った中でエース対決で決める日本一、さあ果たしてこの先どうなっていくんでしょうか。もうその差があっという間に詰まってきました。10秒差です。吉田君もこれあまり力を使ってないですよね。なので並ばれて、ここでうまく相手を利用してですね、最後のスピード勝負いけばまだ分かりませんね。5000m で青山学院大学記録を持っている吉田啓太がスピードランナーです。大吾さん、並ばれてからの心理というのは吉田啓太はどのように考えるのでしょうか。そうですね、しばらく様子見てそのまま行くと思うんですね。で、名取君がどういうふうなところで勝負をかけるかというところが一つポイントになってくると思います。それからこの3校がつばぜり合いを起こしていくということが予想されますが、実はその後ろから明治大学の鈴木清人も素晴らしい走りを見せています。2号車です。はい、この明治鈴木清人も素晴らしいペースです。7キロの通過タイムが20分25ということで、先頭の吉田よりは速いペースで走っているということで、この4位の明治も先頭との差をしっかりと詰めながら走りを続けています。鈴木清人自身の持ち味はどんな状況でも決して諦めないこと。前を走るのは3強の3人のアンカー、強力ランナーですが、それでも諦めずに前をひたむきにまっすぐ追いかけ続けます。ですから東海駒澤が青学に追いついて、もし3チームが牽制し合うようなことになれば、明治もそこに割って入ってくる展開もあるかもしれません。さあ来ました、10キロ手前で捉えます。大西さんお願いします。いよいよその差がなくなってきました。青山学院大学のエース吉田啓太の背中に東海大学名取亮太、そして駒澤大学田澤廉、2
2人がぐっと迫ってきました。すでにその差は残り 2m ほどになってきた。先頭を行きます吉田啓太、10キロにをまだ満たないところ、9キロ手前でここでなんと先頭は3人の集団になります。三強と呼ばれた今大会、青山学院大学吉田啓太、東海大学名取亮太、駒澤大学田澤廉、三強のエースがアンカー8区ここで並びました。さあこれで渡辺さん、ここからどうするかです。そうですね、まあ、あの吉田君はですね、まあ、あのこの3人の中で勝てばいいと考えるならば、はい、1回、まあ、あの名取君に引っ張らせて、まあ、休んだ方がいいかなというふうに思うんですよね。 5000m のスピードも13分30秒台ありますから、ちょっと1回立て直すのはあのた方がいいと思いますよね。 5000m のベストタイムという意味で言いますと、青山学院大学の吉田啓太、そして駒澤田澤、この2人が13分30秒台、名取はそこからは 5000m のタイムでは少し遅れるタイムになります。そう考えると吉田はまずここで一旦つくかもしれない。東海、名取はどう考えますか。いや、この3人の中でやっぱりスピードがないのは名取君だと思うんで、先ほど大吾さんもおっしゃった通り、その上りに入ったところでもう足を使わせて疲れさせるということですよ、2人をですね。で最後はあのスピードの余力度というか、一番こうなんていうんですか、体力を残した選手がやっぱり勝てると思うので、まあ、このここからの5キロですね、どれだけこうペースを上げ下げできるかというところじゃないですね。ここから5キロで名取はどう2人にスタミナを使わせるか、その5キロ行った先にはそこから長く続く上り坂が待ってるわけですよね。そうですね、まあ、だから残り1キロ切ってからのスプリント勝負になるようなことがあればですね、まあ、ちょっと田澤君あたりに分があるのかなというふうに思うんですけど、ただそのまだ名取君と吉田君にも十分あのチャンスはあると思いますね。スピード確かにあるのは田澤廉です。ただ吉田啓太はここまで、まあ、ある意味ではそのペースをもしかすると温存したという部分もあるのかもしれません。そして名取亮太は去年このコースを走り、そしてゴールテープを切っています。経験値があります。果たしてそれぞれ3人の強みがこの先どう生きていくのか。三強と呼ばれた三高そのエースが3人並んで迎えるアンカー、日本一を巡る戦いはとんでもないレースになってきました。ご覧いただいているのは前半区間での争いではありません、はい、100キロ近く走ってきて8区アンカー対決です。三強の3校が横に並びました。青山学院吉田啓太、東海大学名取亮太、駒澤大学田澤廉、こうなってくれれば嬉しいな、面白いなという展開に瀬古さん本当になりました。なってましたね。でこの中で一番力を使ってないのがですね、はい、吉田君なんですね。そうですか、ええ、追いつかれたけれど待ってたような気がしますね。追いつかれるの、うん、もう途中 で次使ってないのが、はい、あの田澤君ですか。そうですか、ついてるわけですね。ずっと名取君ついてましたからね、はい、でこの中で一番分が悪いのはやっぱり名取君ですかね。あ、車もどんどんもう逃げ切るしか僕はないと思ってて、はい、まあ、1号車での解説もありましたが、スプリント勝負ならば他2人に劣るということで、もしこの3人で仕掛けることがあれば先に仕掛けるのは名取だろうという予想ですけれども、大吾さん、はい、その仕掛けるポイントとすればどのあたりだというふうに想像されますか。あの渡来橋を越えてですね、はい、1時に残りが始まるところ、あたりで、得意のどうぞ得意の名取なので、はい、そこで何回か仕掛けると思いますね。でそれでそれを対応できるかどうかだと思います、吉田君と田澤君がですね。瀬古さんの目には余裕度が一番あるのは青山学院の吉田ではないかというふうに映ってる。やっぱり40秒差をこう追い上げてきてますからね、あの2人はね、はい、なので、まあ、余裕は顔見てもありますからね。確かにこう突っ込んで入ってきたのが2人ですが、どうなんでしょう、ちょっとこれは名取が仕掛けに行ってるんですか、どうなんですかね。1号車大西さん引っ張ってますよね。名取、名取が前に出ました。こう引っ張るような形にはなってきました。これ渡辺さん、そのペースという意味では名取はどうでしょう。まあ、ここでやっぱり引くよりもですね、はい、まあ、自分でペースを作っていって、まあ、こう後ろ2人を離したいという心理だと思うんですよね。ただそれをうまく吉田君と田澤君が使っているという状況だと思いますね。今田澤も冷静にしっかりとついています。そして吉田もスーッとその田澤の後ろにピタッとつけるような形になりました。ですから名取が前に出て引っ張る形にはなった。ただ田澤、そして吉田、この2人も冷静にそこに対処したということになるわけです。そうですね、まあ、名取君はこれ常にもうどこかで離さなきゃ、後ろを離さなきゃいけないというちょっと精神的にきつくなっている部分があると思うんですよね。
だからこの心理戦というのはちょっと非常に面白いですよね。そうなると名取がこの先の中どこで、まあ、もう一つ仕掛けるポイントを作るのか、この2人を引き離すポイントというのをどこに見出していくのか、またそれが生まれた時に田澤そして吉田はどう対応するのか。アンカー対決、3人が並んだ中でどこに勝負どころがあるのかという感じですね。さあその東海名取は去年もこの8区を走りました。15キロまでは余裕を持っていけたんだけれども、そこから一気に苦しくなったというような話もしていました。さあ3人が横並びから名取が前に出て、田澤、吉田啓太というふうに続く格好に変わっています。まあ吉田啓太が追いつかれたのか、それとも追いつかせたのか、どう見たらいいでしょうか。ちょっと名取が出て吉田がどうなんでしょうか。大西さん、離れ始めてますか。ちょっと離れ始めましたね。ちょっと離れ始めました。名取が前に出ました。そして田澤はそれについていきます。ただ吉田啓太がそこにつけません。ちょっとその差が開き始めました。青山学院大学のエース吉田啓太がここはついていけないか。それでもなんとか食らいつく。一番大事なところですよね。ここつかないと優勝なくなりますからね。先ほどまでは冷静な表情に見えましたが、今また苦しそうな表情に変わってきました。首を横に振りながら、時折うつむきながら懸命に前に食らいつこうとしますが、じりじりとその差は広がっていくか。名取亮太が逆にぐん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 前に行きます。そして田澤廉はそれについていく。青学吉田が苦しくなった。その差が1秒2秒と広がっていきます。さあ11キロを前に名取がペースアップ、田澤がつく、吉田と距離が出ていく。さあ大吾さん、はい、もうここはつかなければなりませんが、吉田苦しい走りになってきてますかね。そうですね、ちょっとリズムがちょっと落ちましたね。はい、瀬古さんどうご覧になりますか。もう顔が一気に変わりましたね。今名取君がね、はい、少しこうペースを上げてですね、揺さぶりをかけてますからね。もうこれは今名取は勝負をかけてるわけです。かけてますね。揺さぶってるんですね。1回目の様子を見ましたよね。多分あと2回ぐらいすると思うんですけど、はい、そこで田澤君がつくかどうかですね。それでも微動だにしないのがこの田澤。もうレースが始まった当初から大吾さん、田澤の位置というのが全く変わりませんね。はい、絶対余計なことをしないと、そういうふうに大江監督からも指示が出てると思います。あ、もう勝負は1回だけだというような指示が出てると思います。もうずっとついていって、それこそもう伊勢神宮へと続く参道が勝負になってくると。そうですね。ただこれから上りがありますから。そうですね。そこですね。はい、でその上りを経験しているのは名取で、田澤はまだそれを経験していない。そうなんです。ちょっとまだね、田澤君不安なそうなちょっと顔をしてますから。はい、選手左車線走ってください。いや、何か大学ナンバーワンエースを決める戦いになってきています。名取なのかそれとも田澤なのか。さあ大吾さんがおっしゃっていた渡来橋です。伊勢神宮下宮の禊川として知られる宮川に架かるおよそ370メートルの渡来橋です。スタートからおよそ100キロ地点にあります。春先に新型コロナウイルスの影響でいろいろな苦しい悔しい思いをしてきた選手たちです。これまでにはないほどの特別な思いが込められているたすきが伊勢への玄関口、この渡来橋までやってきています。さあ目標を一度は見失った桜の季節から晩秋の伊勢路へ移って、いよいよ勝負はクライマックスを迎えようとしています。渡来橋を渡り終えて残りが8キロ、そしてここからの8キロはじわりじわりと上りが続いていきます。名取は本当に最後の5キロが去年は苦しかったんだと、一度その苦しさを経験しているからこそ今年に生かしていきたいという話もありました。駒澤、田澤はやはり名取をぴったりとマーク、どこで仕掛けようというその頭の中で考えているでしょうか。さあゴールまで残り 8.1 キロです。まず渡来橋、先頭で渡り終えるのは東海大学、すぐに駒澤大学、その差はありません。東海、駒澤が並んでいきました。そして吉田啓太、11キロ手前で引き離されました。その差はもうじわりじわりと開いて10秒差。吉田啓太が先頭2人から10秒差です。さらに明治の鈴木清人が追い上げてきています。三強崩し、その一番手に紫紺のたすき、明治のエース鈴木清人の姿です。さあ今時計をちらりと見やりました。まさに大学界のエースに割って入ろうという鈴木清人、先頭から27秒差、青山学院とでいくと17秒差です。明治が三強崩し名乗りを上げる素晴らしい走りを見せています。さあ瀬古さん、
渡来橋を渡り終えて、これからですね、はい、ナトリウム今ちらりと時計を見やりました。そうですね、これはもう本当にもうがっぷり四つですからね。田澤君もまだあのハーフマラソンというかね、はい、長い距離はそんなに走ってないですからね。そうですね、多少 の、不安はあると思いますね。もちろん箱根駅伝は経験はしていますけれども、レースの中でハーフマラソンというところは経験はしていない田澤です。まあ、本当にここからは仕掛けどころというところが一番のポイントになってくるかと思いますが、もう大吾さん、はい、田澤としてはそこまで辛抱我慢、先に仕掛けるということはないわけですね。そうですね、もうあの一番自分の強いところで、はい、あの勝負しないとやっぱり優勝はないと思いますので、はい、ずっと我慢していると思いますね。そして早稲田大学です。早稲田は前半この伊勢路全日本大学駅伝を沸かせてくれました。先頭からは1分35秒差、そして東洋大学のアンカーは宮下です。1分40秒差、そして早稲田とは5秒差に迫ってきています。宮下は箱根駅伝の5区山登りの区間賞を獲得した力のあるランナーです。上りには定評のある東洋宮下が、さあ早稲田を破って5位圏内トップ5まで入ってくることがあるでしょうか。それから14年ぶりシード権獲得を狙う順天堂大学です。前半1区三浦龍司の区間賞で沸かせました。この順天堂大学が久しぶり14年ぶりシード圏内7位で通過です。先頭からは2分13秒差、勝負する戦う味を知ってほしいと長門監督はそんな話をしていました。十分にその味を知るような順天堂大学、見事な健闘です。そして帝京大学が来ました。帝京大学は先頭からでいくと2分28秒差、しかし気になるのはこの後です。帝京大学までがシード圏内上位8校となります。東海、駒澤、青学、明治、早稲田、東洋、順天堂、帝京、ここまでで2分28秒差。さあシード権獲得へ、その8校が渡来橋を渡り終えています。依然として2人の戦い、つばぜり合いが続いています。全く変わりません。東海名取が引っ張って、駒澤田澤がしっかりとついて、どんどんと青山学院の吉田を引き離していきます。そしてここに國學院大学です。ドンジの姿です。國學院と帝京までの差はどうなのか。帝京が引き離しています。3分13秒先頭からということで、シード圏内までとは45秒差あります。45秒の差を國學院大学、ここからの上りで逆転することはできるでしょうか。國學院がシードを落とすということになるのでしょうか。さあ先頭争い13キロを通過しました。1号車です。13キロの通過、2人のタイムが37分48秒というところで通過していきました。まあ渡辺さん、ここからは本当にどのタイミングでどう仕掛けるか探り合いながらという展開ですね。そうですね、まあ、名取君は必死にこう離そうと思って、ペースを上げているとは思うんですけど、はい、もう田田君はですね、もう本当勝負どころは本当一つだと思うんですよね。最後勝てばいいと、あの残り、まあ、極端な話も残り 200m、100m までもう体力温存できるかどうかだと思いますね。名取君はこの上りに入ってからいかにこう田澤君の力を消耗させるか、そこでもうもっとペースを上げて疲れさせるということですよね。あの名取自身にとってみますと、ずっとこう後ろにピタッと疲れてるわけですよね。この精神的なプレッシャーというのはどうですか。あると思いますよ。でそれでしかも相手が田澤君ですからね、はい、だからこう精神的に相当今しんどいと思いますよ。まあ本当に4年生の名取亮太、去年もアンカーを務めました。ですから連覇へ向けて最後のゴールテープ駆け抜けるのは自分しかいない、そんな思いはあるんでしょうが、そこにピタリとつける田澤廉、2人のマッチレースが続きます。そして後続に順位交代がありそうです。2号車です。はい、青山学院大学吉田啓太のペースが上がりません。今明治大学鈴木清人が三強崩し、青山学院大学のエース吉田啓太を抜き去りました。明治大学が3位に上がっています。明治がトップ3に入ってきました。鈴木清人の走りです。そして3号車お願いします。まもなく東洋大学の宮下が早稲田大学山口を捉えそうというところまで来ました。13キロの通過タイムが38分21秒、突っ込んで入った8区、今年も去年に続いて走るアンカーです。
山口の今後ろについて、このままかわせば東洋大学鉄紺の意地エンジをかわして5位に上がるというところです。横に並びます、横に並びます。さあこの後どんな展開になっていくのか、あるいは2人で協力してさらなる上の順位を目指していくことにもなるんでしょうか。今順位が変わりました。東洋大学が前に出ました。鉄紺の逆襲です。エース西山が思うような結果を残すことができませんでした。もう一人のエース宮下が懸命の走りでトップ5まで入ってきました東洋大学です。そして先頭争いです。もう少しずつ距離が短くなってきています。伊勢市の中心部へと入ってくる選手たちです。もう本来であればここが一番の大歓声が起こるポイントです。沿道の、声援ももちろんありません。そしてその中でも本当に強い気持ちを持ってこの2人の争いです。大吾さん、はい、気持ちの強い方が勝つというようなそんな気持ちにもなってきますけれども ね、 そうですね。もう本当に最後のこの上りのところをですねどう攻略するかということで勝負が決まると思います。いよいよここから伊勢神宮へと続く参道に入っていきます。残り5キロはじわりじわりと上っていきます。上りに強いのは果たしてどちらなのか、思いが強いのはどちらなのか。瀬古さん、もう残り5キロです。そうですね、西田君が霞んであればですね、名取ですね、名取君が霞んであればですね、はい、ここは一気にですね仕掛けるというか、はい、そういうことが必要かなと思いますね。じわりじわりとではなくもう勝負どころを決めてスタートいく、ね、そこで一気にいかないと田澤君も離せないと思いますね。そのポイントを名取は思い描いているでしょうか。この先の5キロの上り、上ったことがある名取と上ったことのない田澤です。駒澤大学が勝てば6年ぶりの優勝、東海大学が勝てば連覇です。駒澤大学は初優勝が98年でした。最後に勝ったのが2014年です。実に17年間で12勝、平成の王者を異名を取ってきた駒澤大学、令和になってついにその平成の王者が栄光を手にする瞬間が訪れるでしょうか。まあ、本当に大吾さん、はい、駒澤大学大八木監督も悔しい思いをし続けてきた6年間ですからね、はい、今年は本当に勢いのある1年生が加入して、はい、狙ってたと思いますね、はい、鈴木芽吹の快走もありました。3区を務めた鈴木、そして、駒澤は一度も実はまだこのレースで先頭に立ってないんですよね。第6中継点で東海大学が出て、第7中継点で今度は青山学院が出て、ゴールの瞬間で初めて先頭に立って優勝なんていうことがあるでしょうか、どうでしょうか。そうですね、ここはね、そうなってほしいですけど、ただ西田君もね、名取君もね、はいはい、それをさせないということですね、でしょうね。まあ、4年生の3本柱と言われた3区の塩澤、7区の西田、そしてアンカー名取、一番自信のある名取をアンカーに据えて勝負をかけると話した諸角監督、もう本当に諸角監督とそれから大八木監督どんな気持ちでいるのかというのは、大吾さんはよくお分かりかと思いますけれども、察するにどうでしょう。それぞれ名取君、田澤君持ち味があるので、はい、それをこう最後どう出してくれるかというところを願うばかりだと思います、さあ1号車大西さん、もう5キロを切ってきましたね。そうですね、残り5キロを切りました。まもなく2人は15キロのポイントを通過するということになります。残りの距離も少なくなってきた中で、果たしてどこに仕掛けのポイントを作っていくのか。今15キロを通過しました。43分41秒というラップタイムで通過していっています。まあ、渡辺さん、本当にここからその気持ちの部分どこで仕掛けるか、名取にとっても去年辛かった、きつかったこの残り5キロでそれでも突き放さなくてはいけない。そうですね、やっぱり昨年度走って、経験値がやっぱりあると思うんですよね、はい、ただこればっかりはやっぱり余力度というかですね、どれだけ余裕があるかによって勝敗は決すると思いますので、この3キロ4キロでまだまだちょっと田澤君をですね、なんとか疲れさせていかないと、もともとの走りで、田澤君の場合骨盤がこういい感じで傾いていて、これもう前傾姿勢ができちゃってるんですよね。臨戦体制がもうできちゃってるんで、これも息継いで用意ドンってなると、もうこれ田澤君がおそらく分があると思うんですよ。そうなるとやっぱり名取君はもうロングで逃げる以外勝つ方法はないと思うんですよね。その意味で言いますと、今この2人の動き表情をご覧になって、
まだ両者ともにその仕掛ける余裕、田澤であれば対応して最後抜き切る余裕、これはあると見ていいんですか。田澤君はもうあの名取君の表情をチラチラ見る余裕がありますから、はい、名取君にどれだけ今ちょっと余裕があるのかなっていうところがちょっとまだ分からないところですよね。ああ、なるほど。まあ、名取自身は連覇を狙えるのは東海大学しかない、チーム一丸となって連覇を狙うというふうに言いました。あの渡辺さん、思い返せば東海大学は去年は黄金世代と呼ばれる選手たちがいた、その中で全日本を勝った、連覇を狙う黄金世代がいなくなった、それでも自分たち4年生3本柱が連覇に何としても導くんだというふうな、ね、強い覚悟も感じました。まあ、やっぱり4年生 の, やっぱその気持ちですか、それでまあ優勝は決まると思いますので、この名取君の走りというものにやっぱり注目したいですね。名取がどこで仕掛けるか、どこで田澤を突き放すか、一方で田澤も冷静な表情のまま、やはり変わらずピタリとその背中につけています。残りが今ちょうど4キロを切ろうとしています。果たしてどこで勝負の分かれ目がやってくるんでしょうか。過去51回で様々な歴史が生まれてきました。1995年、渡辺康幸さんが前を走る中央大学と1分31秒差を逆転する大逆転での優勝というのがありました。その時の差が1位早稲田、2位中央まで13秒差という、この差が史上最小差での決着です。もしかしたらその史上最小差を上回ってくる、本当に僅差での歴史に残る決着になるかもしれません。依然として駒澤がぴったりとついています。もうこれは大吾さん、名取は揺さぶりをかけてるんですか、どうですか。いや、まだかけてないですね。まだですか。もう少し上りのきついところで、はい、もうこの辺りでかけ始めるんじゃないかなと思いますね。ここが一番きついところですね、はい、16キロのポイントから1キロ以上にわたって長い上りが続いていきます。学生三大駅伝の優勝回数も画面に出ています。駒澤がここで勝てば大八木監督は史上最多単独でのトップに立つわけです。さあ、エースの田澤が大八木監督に喜びをもたらすでしょうか、それとも東海名取が連覇へと導くでしょうか。登っています、急激な上りです。ここからの1キロちょっとでもしかしたら瀬古さん動くかもしれませんね。いや、行くんなら、はい、ここですか。一気に行かなきゃいけないですね、はいはい、名取が仕掛けるなら中途半端なんですね。なるほど、はい、田澤はですからもうここでつけさえすれば最後の勝負は田澤が行くというような、もうやはりフィールの差はこう歴然としてますからね、はい、あと1キロまでに離したいところですね、名取君はね。さあ、この1キロちょっと伊勢神宮へと続く参道、険しい上りが続いていきます。引き離したい名取、ついていって最後の勝負に持ち込みたい田澤、2人の背中です。一騎打ちです。エース対決です。皇學館大学の正門がいよいよ見えてきたところです。1917年、当時の皇學館館長の武田千代三郎さんが東京テント50周年記念京都東京間リレー競争を駅伝と命名しました。あれから103年です。103年経ってこんなにも駅伝ってすごいんだよ、素晴らしいんだよ、楽しいんだよ、面白いんだよっていう風にね、瀬古さん感じますね。特に今日はもう面白いですね、こんな大会に今日試合になるとは、ね、はい、誰も思ってみませんでしたからね。103年目で一番いい戦いかもしれません。すごいですね、本当に。まあ、これどっちに勝っても負けてもね、はい、悔いはないと思いますね。もう本当に大吾さん、はい、あとはやりきるだけですね。勝負は時の運というものもありますし、そうですね、ぜひ自分の本当にストロングポイントを出し切ってレースを終えてもらいたいと思います。はい、大鳥居が見えてきました。いよいよこの大鳥居でゴールまでは残り3キロです。ずっと 16.7 キロもの間この位置関係は変わりません。名取が引っ張り、田澤がつく。今大鳥居を通過しました。1号車大西さん、残り3キロです。頑張れ。熱田神宮から始まった戦い、 106.8 キロの戦いの 103.8 キロまで終わりました。ただそれでも日本一へ向けて東海大学、駒澤大学2校の間にまだ差は生まれません。これ渡辺さん、はい、名取としてはどうなんでしょう。この先どこかにポイントを持ってきているのか、それともなかなかここまで疲れていることでもう計算外なのか。先ほどの上りでですね、はい、一生懸命歩幅を小さくしてピッチで
離そうとしてるんですけど、田澤君がストライドが大きいんで全然離せないんですよね。もうちょっと名取も上りに入るときにクッと一度下を向いてから力を込めてペースを上げてという風な動きは見えたんですが、そうなんですよ。だから名取君もこれは離さないと勝てないのは分かってるはずなんですよ、ただ田澤君 の, その走り の, そ の, あのシューズの軌道を見てると、あの他の選手より2回り分ぐらいこうシューズ の, あのなんか円を描く軌道が大きいんですよ。これだけ歩数が稼げるんで、歩幅が稼げるんで、だから田澤君強いんですよ。あの去年田澤が1年生で入ってきた時に大江監督がもう本当にこの選手は強いと自信たっぷりに語ってくださいました。その言葉、その強みというのがまた今年改めて感じられる、そんなレースにもなっています。東海大学名取亮太、駒澤大学田澤廉、2人の競り合い続く中、まだ勝負の分かれ目は来ないのか、まだ日本一へ向けて決め手は来ないのか、連覇を狙う東海大学か、それとも史上最多三大駅伝、その優勝回数の更新を狙う駒澤大学か、両者のマッチレースが続きます。これですから渡辺さん、田澤としてはまだこの形でいいんですか、田澤がどこかで仕掛けるということはない。仕掛けるとして、ロングでもいけるとは思うんですけど、もう最後の最後まで名取君に力を使わせて、どこかで切り替えるっていう風な作戦なのかなっていうふうに思うんですけどね。まさに勝ち切るためにどうするか、今も田澤はちらりと横目で名取の表情、そしてその動きを確認しました。ピタリと張り付きながらその気配、その動きを伺っています。ただ少しずつ田澤もきつくなってきてはいるかという感じですね。口が開いてきてますからね、少しね。さあ残りも少なくなってきます。突き放したい名取、突き続ける田澤、日本一は果たしてどちらが掴み取るんでしょうか。もういよいよ残り2キロです。走ることができるという感謝と喜びを選手たちは口々に話してくれました。仲間とつなぐタスキの尊さです。さあ特別な思いが詰まったこの伊勢路、史上最大にして最高の戦いで決着を迎える形になりそうです。はい、走るの危ないですからね。もうドキドキしてきました。いや、ダトリ君がね、スパートで行ける力が残ってるところですよね。大吾さん、はい、もう本当にどちらにも勝ってほしいというような思いでいっぱいですけれどもね。もうなかなかもう歴史に残る名勝負になるんじゃないですかね。あともう2キロ弱ですから。上り終えていよいよここからはもうフラットレースに変わっていくというようなところです。厳しい険しい上りも田澤はですから瀬古さん耐えてきたわけですね。まあね、彼はハーフマラソンという長い距離はね、あんまりこう自信が多分ないと思うので、ここまで来たらですね、田澤君がちょっと有利かなというような感じはしますけども。駒澤大学6年ぶりの栄光へ向けてスーパーエースの田澤廉、名取を相手に勝つということになればもう間違いなく現役の学生の中ではナンバーワンということにもなってくるわけです。ここまでの名勝負は誰も予想することがありませんでした。今大会の開催へ向けては様々な議論が繰り返されました。これはできないとかあれもできないとかではなくて、これならばできる、こうやったらできるというふうに大会の運営サイドも選手たちをおもんばかりました。その思いに何か応えるような形でもう本当に歴史に残る名勝負を瀬古さん見せてくれてますね。今西田がちょっと、また見ましたね。少しね、ペース上げてますよ。これここから仕掛けますか、西田が前に出ることがあるでしょうか。5キロ余りにも及ぶ西灯籠が立ち並ぶ三幸道路を今駆け抜けていきます。全日本大学駅伝 106.8 キロの戦いです。伊勢神宮へどちらの大学が先に飛び込むことになるでしょうか。1号車大西さん、お願いします。今年は本当にいろんなことがありました。コロナウイルスの中で果たしてこの大会もできるかどうか、自分たちが今練習を積んでいる意味が一体どこにあるのか、日本中練習を積むランナーたちがうつむき加減になった時もありました。ただそれでも諦めなかった、いつか来る日を信じて走り続けた。さあここで駒澤大学田澤廉が前に出た。残り 1.2 キロの場面、ついに田澤廉は名取亮太の前に出ました。さあここで田澤が行くのか、名取はうつむきながら唾を飲み込む、もう一度自信に力を込める。名取も離されない、今度は名取が離されない。
駒澤大学、田澤廉が前に出ます。もう一度前へ前へ、その勢いをつけていく。田澤は話します。スタミナもついた、スピードもついた。ただ去年と今年何が違うか、意識が違う。エースとして意識が違う。ました。仕掛けた田澤、その差を大きく広げました。駒澤大学史上最短優勝回数更新へ向けて、6年ぶりこの全日本は13回目の優勝へ向けて、最後託されたアンカーエース田澤廉、一気に仕掛けたこのスピード。いや、渡辺さん、ものすごい。まあ、残り1キロのところでスパートをしてるんですよね。まあ、そういう指示だったのか本人が決めてたのかわからないですけど、もうね、名取君はやっぱり頑張りましたけど、ここはちょっと力の差が出ちゃったかなって感じですよね。いつもと違う環境の中で迎えた全日本、いつもと違う歓声の中で走る全日本、ただその中でいつもと変わらぬ、いつも以上の名勝負が繰り広げられました。最後の最後まで続いた大接戦、三強と呼ばれた中で3人のエースがぶつかり合ったアンカー対決。その中で残り1キロを切り、ゴール伊勢神宮へ向けて、日本一へ向けて、今大きく後ろを突き放したのは駒澤大学の2年生田澤廉です。6年ぶりの栄冠へ向けて、宇治色のたすきがトップで駆け抜ける。さあ、いよいよ栄光の瞬間が見えてきました。なんという戦いでしょうか。52回目を迎えた全日本大学駅伝、まさかの旋回が繰り広げられました。残り1キロまで2人が並走する形、駒澤大学田澤廉、東海大学名取亮太、その残り1キロで仕掛けたのが駒澤の田澤でした。ゴールの放送席には増田さんです。増田さん、1キロのところでした。はい、田澤さん力貯めてた感じでしたよね。すごいスパート力で、なんか名取さんがでもかわいそうになっちゃいますね。まあ、名取はロングスパートでなければ、まあ、最後のスプリントは田澤に分があるのではないかと、これまでにも解説の方々が語ってきました。残り1キロ、そこで最初に、まあ、名取に関してはそれまでも何度か仕掛けつつあったんですが、田澤がついていっての形でした。ただラスト1キロ、田澤が仕掛けて名取はついていくことができませんでした。駒澤大学、平成10年の初優勝から22年、その間の優勝回数は12、この数字は歴代最多です。しかし最後の優勝からは6年の月日が流れました。これほどまで平成の上昇軍団と呼ばれた駒澤が日本一の座から遠ざったことはありませんでした。もう平成の上昇軍団とは言わせない、今の上昇軍団を待ち取り、13回目の日本一。駒澤大学が優勝。駒澤大学が日本一の座をつかみ取りました。そして2位で東海大学です。悔しい悔しい2位でのフィニッシュ。去年優勝のゴールテープを切った名取亮太、今年は2位でのフィニッシュとなりました。増田さん、本当に稀に見る素晴らしい大接戦となりました。はい、106.8 キロも走ってね、先ほども野上さんアナウンサー言ってましたけど、やっぱり感謝の気持ち、大会開催してくれた感謝の気持ちも力になったんでしょうね。まあ、これまで最小の1位と2位のタイム差は1995年早稲田大学と中央大学の13秒でした。ただ東海大学と駒澤の差、今年は23秒となりました。そして駒澤大学は大会新記録での優勝となっています。3位では明治大学が来ました。紫紺の輝きを取り戻すための第一歩、目標の3位以内フィニッシュ。明治大学3位でゴール。皆さん母校だから、ね、相当熱が入ってましたね。いや、まあ母校というところの喜びもひとしおではあるわけですが、ただその後で青山学院大学です。第7中継点トップでもらったたすき、エースの吉田啓太、4位でゴール伊勢神宮内宮宇治橋前へと運んでくる形となりました。さらには早稲田大学の姿です。早稲田大学、前半はトップを走り続けました。そしてゴールに5位で戻ってきました。
言われてましたけど、山口さんは一般入試で入られた年らしいですね。一般入試組がゴールのテープを切りました。5位フィニッシュが早稲田、そして6位で東洋大学です。東洋大学シード権は守り抜きました。これで13年連続のシード権です。そして大八木監督の笑顔、アンカー田澤と握手です。大吾さん、解説の大吾さんが顔色が艶がいいときには選手の調子がいいんだよって大八木さんのこと言ってましたけども、本当に大八木さんバスの中でも今日はご機嫌で、あの奥さんとサウナが大好きな大八木さんがずっと今回は笑顔で、だからちょっとやっぱり 手応えがあったのかもしれないですね。なんだかちょっとこみ上げるものが目にもあったような気がします。大八木弘明監督です。6年ぶり13回目、平成の上昇軍団から、まあ、令和の上昇軍団への第一歩をまさに踏み出した形の駒澤大学となりました。そして7位8位そして9位の姿が同時に見えています。7位の帝京、8位の順天堂、そして何としてでもシード権をつかみたい國學院の姿。シード権争いも今年また熾烈でした。まずは帝京大学が最後の左のカーブを取りました。そして順天堂も続くようにしてカーブを取った。帝京大学が7位で帰ってきました。帝京大学3年連続のシード権、そして順天堂大学14年ぶりのシード権を獲得しました。14年シードから遠ざかった順天堂ですが、今年は箱根の予選会トップ通過、その力を見せてなんとか8位に滑り込み、その後ろには國學院です。3年連続のシード権を目指しました去年の出雲王者、しかし今年はシード権には手が届きませんでした。3年ぶりに國學院がシード権を失いました。やはり毎年松田さん、このシード権争いも熾烈を極めますね。はい、でも、ま、あの前田監督は世代交代も今してるから、だからまたこれからじっくりとやるってことを話してましたね。順天堂大学は1区から三浦さんが良かったですね。1年生の三浦龍司が区間新の走りでトップでタスキリレー、このタスキリレーのトップというのも20年ぶり、そしてシード権は14年ぶりということで、ここから増田さん、順天堂の勢い増していきそうですね。長戸さんもまだまだ若い監督ですので、自分も一緒に成長したいという話をされてました。そして見えてきたのが東京国際大学のルカ・ムセンビです。ルカ・ムセンビ12位でもらったタスキ、それを10位までここまで押し上げてきています。ムセンビで2分の差であればシード権まで届くんじゃないか、レース前大志田修司監督は話しました。今年が創部10年目となる東京国際大学です。東京国際大学、まあ、第7中継点の時点で、まあ、増田さん4分差でしたので、さすがに去年区間賞無線日でもシード権には届きませんでした ね。 そうでしたね。監督が沿道に出た時に諸角さんがトップを走りながらもずっと後ろの人が通過するのを待ってたんですよ。それがこの人が怖かったらしくて、3分ぐらいが欲しいって言いましたので。なるほど、ですから、まあ、東京国際大志田監督の2分よりも他の学校の監督は3分欲しかった、はい、まあ、その差を追いかけての無線日でしたが、2つ順位を上げてのゴールとなります。去年初出場でシード権獲得した東京国際大学、今年は10位、シード権はつかめませんでした。惜しくも10位でのゴールとなりました東京国際大学です。まあ、なんといっても増田さん、トップの駒澤大学、これまでの大会記録おととしの青山学院大学5時間13分11秒それを2分以上縮めての優勝、これはどう見ますか。素晴らしいですね。でも特に今年1年生がすごく勢いが序盤からありましたから、はい、なんかそういう1年生の元気をもらったという感じもありますし、またコロナ禍の中でもいい練習が各学校できていたんですね。あの今大会見ると1区、4区、5区、6区、8区間のうち4区間で区間新記録が出てるんですよね。そうですよね。素晴らしいね。沿道の応援も少ない中で、うん、本当に
この大会に対するこの思いの強さが現れましたね。昨日の監督の会見では原監督が、ま、コロナに負けるな大作戦と銘打ってこの全日本大学駅伝に臨んできました。ですからこれだけの記録そして結果レース展開見ると選手たちは誰もコロナに負けてなかったっていうのがよくわかりますね。そうですね。大学によっては練習環境が差があって青学なんかは菅平でもずっと合宿ができたんですけども他の学校はグラウンドでの練習ができないとか、ね、使えないとありましたけどもその中でもみんな自己練習というか自己ベストを一人一人が更新するような気持ちでやってきたからこういう区間記録もなかったんじゃないでしょうかね。そして今11位のチームそして12位13位も見えています。12位では中央学院大学です。その後ろに日本体育大学この差もわずかで一つでも順位を上げようという日本体育大学の走りです。そしてその後ろには山梨学院の姿もあります。3年ぶりの出場をしている山梨学院の姿です。まずは中央学院今後ろをちらりと見上げました。なんとか11位は確信できたか険しい表情を見せています。 19.7km 8区アンカーキャプテンの高橋翔也が走り抜きます。キャプテンが最後中央学院としての最後のレースです。箱根の出場権は逃しました。全日本11位でのフィニッシュ中央学院大学です。そして日本体育大学が12位でやってきました。日本体育大学12位フィニッシュ8年ぶりのシード権には届きませんでした。その後ろには山梨学院大学です。山梨学院大学3年ぶりの全日本に出場を決めました。そこで見せたこの走り一時は19位まで順位を落とした山梨学院ですが最後は13位でのゴールテープとなりました。やはりこの山梨学院の姿がない全日本というのは増田さんなかなか寂しいものがありましたもんね。一時代を築いた上田監督の頃ね、はい、本当にトップ争いされてましたけど、はい、また今ちょうど世代交代なのかもしれない、知れませんね。飯島監督に代わって2年初の三大駅伝となったのがこの山梨学院大学13位でした。そして日本大学です。日本大学も2年ぶり41回目の出場となります。2年ぶりの全日本は14位でのフィニッシュ。今年6月78歳、名将青葉監督が就任した日本大学ですが14位という結果になりました。母校復活の思いを込めての、まあ、監督就任となった青葉正幸監督78歳、最初の全日本は14位という結果となりました。青葉さん78なんですか。そうなんですよ。全然見えないですよね、ダンディな感じで若々しいですね。そしてその後ろです。今年初のシード権を目指しました立命館大学です。関西の立命館大学、まあ、去年は出雲駅伝で過去最高の6位を記録し乗り込んできた全日本。去年過去最高そして史上最強とも言われたメンバーで臨んでの12位でした。山菅監督曰く今年はそのチームよりも実力がついて史上最強を上回る戦力になったとも話して臨んだ第52回の全日本です。1万メートル28分台の選手が増田さん4人いた立命館なんですよね。安定感がありますね。ちょっと今日は気温が高かったのでそういうことも影響したかもしれませんね。なかなかタフなレースとはなりました。後半非常に気温が上がってきた今年の伊勢路 106.8km 伊勢神宮内宮宇治橋前へ間もなく関西のトップで15位立命館大学が入ってきます。今年は実は出雲で優勝を目指そうと話していたんだ。しかしその出雲は新型コロナの影響でなくなりました。その思いを全日本シード権獲得に向けてきた立命館ですが15位でのゴールテープとなりました。今年は立命館大学15位です。ではここで6年ぶりの優勝を果たしました駒澤大学喜びの声を聞きましょう。インタビューはメーテレ島津さなえアナウンサーです。はい、駒澤大学大八木弘明監督と田澤廉選手です。本当におめでとうございます。まずは大八木監督6年ぶりの優勝です。どんな思いでしょうか。
そうですね、こういう状況の中にですね、この大会をね、開催されて、させていただいて本当にありがたく思っております。本当関係者の方々に本当に感謝しております。それで、まあ、このレースはですね、うちの選手たちが本当に田沢までよく頑張って、タスキをつないでくれたな。やはりうちのエースがやっぱりエースらしい走りをしてくれたので本当に嬉しく思っております。はい、一騎打ちはどのように見ていたんでしょうか。やはり名取君はですね、もう力がありますので、やはりまだ2年生なので、やはりその先輩の、ね、胸を借りて、しっかり走ればいいんじゃないかというものもありましたんでね、まあ、落ち着いていけということは言ってました。令和ではどんな駒沢を見せてくれますか。いや、これからですね、やはりだいぶ駒沢も落ちてた時がありましたので、まあ、今若い1、2年の選手たちが今頑張ってくれてますので、これからまた令和の上昇軍団を作れるようなチームにしたいなとは私は思っております。楽しみにしています。そしてアンカーを走りました駒沢のエース田沢廉選手、ゴールテープ切った瞬間どんな思いでしたか。まずはこの大会を関係者方々含めて本当に開いてくださって、まあ、大変ありがたく思います。まあ、優勝テープを切ることが、まあ、自分にとっての課題、1位で切ることが、まあ、自分と監督、まあ、チームもそうだったんですけど、まあ、一つの目標として、まあ、やってきた駅伝だったので、まあ、それを無事達成することができてよかったです。三強のエースとの戦いはいかがでしたか。はい、吉田さんと名取さんがもう本当に強い選手だと思ってたので、まあ、最初は30秒差と吉田さんと30秒差で、まあ、いけなくはないと思ってたんですけど、まあ、名取さんがそこまでしっかり引っ張ってくれたおかげで、まあ、ラスト、まあ、自分がスパートかけて勝った形になるんですけど、本当に名取さんには本当に感謝しています。見事な走りでした。本当におめでとうございます。ありがとうございます。続いて朝日新聞名古屋本社メディアセンターにテレビ朝日住田紗理アナウンサーと駒沢大学の5区を走りました酒井亮太選手がいます。住田さん、お願いします。はい、こちらには5区を走りました駒沢大学酒井亮太選手に来ていただきました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身全日本初出場ということで優勝、そして自身は区間2位の記録でチームに貢献しました。どんな気持ちですか。まあ、アンカーにエースの田澤がいて、まあ、そこまでにトップとの差ができるだけ1秒でも短く縮めて渡せば優勝はあるっていうふうに思ってまして、まあ、監督もそういう意図でオーダーを組んだので、まあ、その期待に応えられる走りはできたかなと思います。今監督のお話も出てきましたけれども、大八木監督目に光るものがあったということで、このあたりいかがですか。まあ、普段監督の涙っていうのは見ることはないんですけど、まあ、こうやって喜んでもらっている姿を見れて嬉しく思います。はい、こちら酒井選手でした。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。5区で区間2位、そして区間新記録の区間2位でした酒井亮太選手のインタビューでした。では続いて、まあ、増田さん、酒井選手の走りも、まあ、駒沢大学の優勝にまさに貢献した走りでしたね。でも酒井さんのインタビューを聞いてると、やっぱり田澤廉さんがアンカーに立っていうことの安心感っていうのは大きかったんですね。そして今ゴールに近づいてきたのは工学館大学と関西の関西学院大学です。工学館大学、今年は過去最高の16位以上を目指してきましたが、しかしこの17位というのはその東海地区の枠を1つ増やすための目安の順位となります。来年は東海地区から2校が出場できることになります。工学館大学17位でフィニッシュを迎えます。今年は2区で川瀬が区間賞の走りを見せました。その工学館大学が17位でフィニッシュ、たすきをつなぎ切りました、つないでの17位です。そして18位で関西学院大学となりました。そして2位の東海大学の話が聞けるようです。島津さんです。はい、熾烈な争い繰り広げました東海大学、諸角監督です。8区はどんな思いで見ていたんでしょうか。
そうですね、名取はきっとやってくれるんじゃないかなというふうに見てましたけれども、まあ、冷静に考えてもちょっとずっと引っ張っておりましたので、田澤君も非常に力があるので、まあ、いささか分が悪いのかなという思いでも見てました。悔しい思いが大きいんじゃないでしょうか。いや、そういったことよりも本当に学生がですね、よく走ってくれましたし、こういう状況の中で大会をやっていただいてですね、その中でこう途中17位まで落ちた部分があったんですけども、最後まで諦めなかったっていうのがこのコロナの中でこう学んだ一番のことじゃないかなっていうふうに思ってます。今後どんなところを目指していきますか。諦めずにですね、また来年、負けないようにですね、努力していきたいというふうに思います。はい。そしてアンカーを走りました名取亮太選手、最後の最後まで粘りました。そうですね、まあ、タスキを駒澤大学さんより少し前で受け取ったので、まあ、僕が引っ張る形にはなったんですけど、まあ、ラスト勝負ってなったら、まあ、分が悪いと思ったので、できるだけ、まあ、前半でハイペースで行ってっていうふうに考えてはいたんですけど、まあ、風も思ったより強くて、まあ、後半までちょっとうまく使われてしまったなっていう感じはあったんですけど、最後やっぱり勝ちきれなかったっていうのがまだ自分の力のなさだと思うので、やっぱ次に向けて頑張っていきたいなと思います。今年の東海は4年生の3人3本柱とも言われていました。そのあたりで意地もあったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、やっぱ東海大3人ともエースだと思っているので、やっぱ3人がしっかり走るっていうことが優勝に一番近づくんじゃないかなと思っているので、まあ、これをしっかり糧にして次の箱根駅伝に向けて頑張っていきたいなと思います。本当にお疲れ様でした。両角監督と名取亮太選手でした。ちょうど19位琵琶湖学院大学が自校のピンクのたすきをつなぎ終えるところも映像で映し出されています。両角監督そして名取亮太選手のインタビューもお聞きいただきました。東北大学がここで繰り上げスタートとなりましたが、ゴールに入ってきています。さあ、区間記録がちょうど出ていましたけれども、実はこの8区で58分を切ったというのは過去日本人では9人しかいないんですけれども、田澤選手の記録が57分34秒、名取選手の記録が57分59秒、同じ大会で日本人が同時に57分台を出したのは史上初めてのことだということで。そうなんですね、瀬古さんもですからそれだけのデッドヒートを2人が繰り広げたということですね。いや、素晴らしいつばぜり合いでね、最後まで本当にワクワクしました。はい、本当に大吾さんですからハイレベルな戦いで最後まで競い合ったということですね。そうですね、大変スリリングな駅伝だったのではないかなと思います。まあ、くしくも駒澤大八木監督、それから両角監督、東海大学の監督の言葉にもありましたけれども、感謝の気持ちというものがあるいは選手からにじみ出るようなレース結果になったのかもしれません。本当そうですね、はいはい、さあ改めましてレースの結果をご覧いただいています。優勝したのは駒澤大学、6年ぶり13度目の優勝、見事に大会新記録での優勝となりました。2位に敗れました東海大学、惜しくも23秒届きませんでした。そして3位に5年ぶりのシード権どころか3強の一角を崩しました、紫紺のたすき明治大学。青山学院大学は神林でトップに立ちましたが4位に敗れました。早稲田も健闘、第5位。そして東洋は13年連続最多更新記録となる、シード権獲得となっています。帝京、順天堂と入りまして、国学院と順天堂との差はわずかに33秒差でした。そして以下ご覧の通りとなっています。15位に立命館大学、関東の強豪城西大学にも先着しました。そして工学館大学は来年の出場枠を1枠増枠させる17位でのフィニッシュとなりました。川瀬翔也2区での17人抜きは歴史に残る快走でした。いろいろありました。その中で全日本大学駅伝、見事に大会新記録で6年ぶり13度目、田澤廉が駒澤大学を優勝へと導きました。